ですね、新宿はニューマンのこちらです。スーパー A マーケットになります。表参道のスーパー A マーケットは何回か、ご紹介させてもらったかなと思うんですけども、新宿のニューマンは初ということで行ってみたいと思います。こちらです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スーパー A マーケットのメンズ PR の井上と申します。よろしくお願いします。お願いします。バイヤーの大城ことみです。よろしくお願いします。お願いします。スーパー A マーケットのコンセプトを改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、世界中から集めた A 級の商品をたくさん集めたお店になってます。ファッションの高揚感だったりとか、ちょっと宝探しみたいに自分のなんかこうスペシャルを見つけられるようなコンセプトでお店を作ってまして、青山のお店と、が一番最初なんですけど、新宿はまあ姉妹とか兄弟みたいな形で同じ DNA を持ったお店になってます。まず前半はこのお店のホットな商品をずっと見てみたいなと思ってて、はい、後半はそのおすすめアイテムを使って3人でスタイリング提案してみたいと思います、はいはい、じゃあ早速いきますか。はい、どこからいきましょう。まあ、ここが見ていただくと雑貨のコーナーで、メゾンマルゼラだったりとか、アクネスディオスだったりとか、マリンの、まあ本当に今いろんな方がこう普段使いしている注目のレザーグッズだったりとかを展開しているコーナーで、すごい旅もいっぱいありますね。高さも変えて、はい、ほら今、その3センチも人気ですね。こっち、はい、こっち超歩きやすいよね。はい、これは全然走れるからね。こっちが3、こっちが8ですね。あと5もあるんですけど、うんうん、あ、5もあるんですか。5ないの。刻みますね。ね、刻むね。もともと8がメインですね。そして、まあ、マルジェラの、はい、バッグ、雑貨、もうみんなちょんちょんついてます。しかもすごい色もなんかカラーバリエーションもすごいたくさんあるね。そうですね、うん、こういうブルーとかはシーズナルのカラーなので、うん、必ずそういうシーズンカラーっていうのは買い付けで抑えるようにしてます、うん、特にもうお財布は本当に人気で、タイミングによってはソールドアウトしちゃう時も、うん、あ、すごい本ある、本ある、はい、こちらも映画の、あ、これ超、はい、すごい良かったですよ、ね、すごい良かった、この、はい、この映画超良かった、うん、私この手見ただけでキュンキュンしたもん。これがマルジェラの手かみたいな。こっちがアグネスティディオス、ルメールですね、はい、このシーズン結構あれですよね、ルメールのグッズ、うん、はい、ルメールのグッズ結構人気で、お問い合わせもすごくたくさん最近いただいてて、今まで洋服メインでやってたんですけど、うん、雑貨のバリエーションも増やして買い付けするように今してます。どこら辺がルメールですか。この2つと、あと上2段と、うんうん、あとこの右のサンダル、うんうんうん、そうですね。なるほど。ショルダーバッグなんですけど、なるほど、カプッとなるわけですね、はい、へえ、かわいい。で、これのちっちゃいバージョン、はい、キーリン、キーケースですね。あ、ここに入れて、はいはい、首から下げて、ネックレスみたいにも見える、下げる、はい、なるほど、うん、あれですね、鍵っこですね。そうです、鍵っこです。なくさないように、なくさないように。あ、でも男の子がしててもかわいいね、はい、このフォルムポロンとして、うん、なんかちょっと週末お出かけするぐらいだったら、お財布と携帯とか全然入るサイズ感なので、すごいスタイリッシュでかっこいいですよね、うん、結構ルメールの雑貨は本当ジェンダーレスに使ってもらえるものが最近増えてるので、うんうん、男の子最近ちっちゃいバッグ持つようになってる ね、 多いですよね。持ったら欲しくなっちゃいました。こうでもバッグね。はい、はい、で、マルニがあって、はい、あ、なんか夏って感じしますね、はい、去年から出たこのラフィアとのコンビネーションすごい人気ですね。大きさもすごいいっぱいあるね、はい、今3種類ですね。かわいいの、かわいいですよね。結構ミニバッグのバリエーションが最近豊富ですよね。増えましたね、うん、増えた増えた、うん、何にも入んないけどね、入んないけど、もうあるだけでいいっていう、うん、なんか携帯とお財布、ちっちゃいお財布だけ入れてお出かけみたいな、うん、そして、はい、こっちは列注しているイギリスのソロベアというブランドとソロベアコラボレーションになります、うん、黒とピンクの2色展開で、はい、ユニセックスでお使いいただける展開になってますね、はい、メイドインイングランドにこだわって作られてるですけど、もともとドクターマーチンが、うん、作っていたファクトリーになります。今はもうドクターマーチンは中国とかタイで作ってるみたいなんですけど、うん、もう本当に本家大元のブランドに、マーチンの DNA をこう受け継いでいる、はい、そうですね、ステッチの色もね、はい、ステッチの色もちょっと、はい、ちょっと微妙に、はい、中も見ていただくと、はい、スーパーエマーケットっていう、あ、本当だ、
フラッグシップの下が、はい、スーパーエンマーケット書いてある。ソールも雨の日でも気にならないソールなので、うん、ゴムなんだ。はい、メインブーツとしても、はい、確かにこの梅雨の時期ね。そうなんですよ。ですごいクッション性もあるので、うんうんうん、すごく履きやすい。紫藤さんピンク似合いそうです。うん、なんかこのありそうでないピンク、結構男子が履いてもかわいいと思います。あと形も今っぽいしね、うん、そうですね、ボロンとしてて、はい、なるほど。次はどこ行きましょう。後ろでハイクだったりとか、ちょっとベーシックなラインナップを展開していて、うんうん、こちらなんかも今シーズンスーパーマーケットとハイクの別注になります。もともとコレクションにはこのロングのものしかなかったんですけど、ショートバージョンを作ってもらったっていうのと、うんうん、あと色もチャコールグレーにしたのは色の別注になってます。これも結構ナイロンだからね。はい、雨の日でも撥水効果もありますし、透湿性もあるので、うん、雨の日でも快適に着てもらえる素材。パントだ、こんなとこに、はい、穴穴が、はい、形面白くない？ショートの丈は形から別注してもらったんで、はいはい、スーパーマーケットだけの、ね、かなりボリューム、めっちゃ、はい、ちょっと着てみてもいいですか？もちろんです。面白い。あ、かわいい、かわいい、かわいいですよね。すごい横長のこのボクシーな感じ、はいはい、キャワン、キャワン、キャワン。今ちょっとジップしてないですけど、こういう感じで。あ、ちょっとあえて出すの。はい。このシルエットも、はい、かわいい。襟の高さも結構いいですよね。ちょうどいいね。なんかしかも、はい、首細く見える。そうなんですよ。これからの季節すごいぴったりだと思います。なんかこういうストラップが長くついてたりとか。しかも日本製の。そうなんですよ。ベル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 、かわいい。こういう味変できるのいいよね。そうですね。なんかすごい一見スポーティーなんですけど、うんうん、やっぱり着るとちゃんとこうファッションなアウターとして、はい、なんか着てもらえる。ここら辺やっぱハイクっぽいよね。そうですね、ね、カジュアルになりすぎないというか、うん、絞った感じとかもやっぱりそのすごくでバランス感だったりとか、ハイクならではで、ねえ、うん、こそってハイクって書いてあります、はい、こそって入ってます、はい、あれですよ、コンビニとかでお金払うときこうやって見てる、こうじゃなくてこうやってやらしい、やらしい。これもマルジェラじゃない？それハイクですね。あ、後ろがね、はい、こうなってね、はい、こうなってちょっと違いますよと。スーパーマーケット青山よりも新宿の方が多く見れるのがこのギャルリービーっていうブランドで、うんうん、どのブランド？トモロランドが展開しているオリジナルのブランドなんですけど、もともとウィメンズからスタートしてるんですが、うん、メンズも新宿のお店ではご覧いただけて、うんうん、今だとちょっと羽織のシャツとか、うんうん、リネンのアイテムだったりとかを展開してます。普段使いしやすい系ですね、うん、はい、そうですね、ベーシックでシンプルなもので、うん、上質な素材使っているものが多いと思います。なるほど、はい、うん、触ってわかりますよ。うん、触ってわかる。なんだ、布はすごいわかる。そうですよね、布布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 布ちょっとやっぱボクシーなのが多いんだね、横広めというか。そうですね、結構ギャルリービーはあまりこうフェミニンなこう、うん、女性らしいカーブのシルエットのものってやっぱりあんまりもともとないので、うんうん、やっぱメンズが始まってよりそういうのは見えるかなとは思いますね、うん、ここら辺の後ろがバッカになりますね、はい、バッカ。バッカもトゥモローランドのオリジナルのブランドなんですけど、すごい女性のお客さんからファンが多くて、うんうん、はい、うんうん、あ、これとかも可愛いよ。パジャマシャツ、パジャマシャツ、はい、T シャツにそれで可愛いですよ。可愛いですよ ね、ちょっと羽織みたいな感じで、はい、あれ、これとか絶対可愛いやつ、うん、ちょっと着てみてもいいですか？ぜひぜひ着てみてください。そのボーダーとの合わせも可愛いです。ここの、そうそう、この締め合わせ、はい、ガラガラ合わせしたかったの、はい、可愛いです。ここら辺のシアーな感じいいですよね。ね、透け感可愛くない、はい、夏タンクトップにこれとかやりたい、はい、いいですね、いいですね。ねえ、この柄にガラガラしてるの可愛くない？せっかくだったらもう反対側、反対側もバッカ、はい、あ、こっちはちょっとビビッドな感じ。あとそのリネンのシリーズは、うん、これがスーパーエマーケットだけで販売してる色の展開になります、うんうん、はい、ダークグリーンはスーパーエマーケットだけで展開してる、こことカラーベッチ、はい、ベストみたいにして使っていただいてもいいです。 T シャツとか入れて、うんうんうん、でも1枚でも着られるので、確かに、なんかこうちょっと
セットアップみたいにしてきたら夏って結構スタイリング軽くなりがちだと思うんですけど、うんうん、ツインできたりすると少しきちんと感も出るので。はい、そしてこのキラキラした中性器は何ですか？ドリフバーノッテンです。あー、わーすごいね、キラキラしてるね。はい、今シーズンは特になんかすごい色の洪水みたいになってますね。すごいですよね、確かに。ほら、大渋滞ですよ。ほら、なんとかジャンクションだね。なんとかジャンクション。すごい、綺麗。こういうのとか。はい。もうなんか光の中にいますみたいな感じだね。そうですよね。本当にそうだと思います。これ、こっちはメンズレディース両方。これは今、レディースのものしかここにはかかってないですね。なるほど。はい、わあ、このパンチとかも可愛い。可愛いですよね。でも細いの男性の方とかだったら全然デニムとか履けると思いますけどね。うん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 、ね、一応コレクション的には美メンズですよね。そうですね。なるほど。うわ、絶対すごいパワフルですよね。パワフル。着たら可愛いやつ。靴も可愛いよ、はい、ドリスといえばこのファブリックのシューズすごく人気ですよね、うん、毎シーズンオーロラのようにね、綺麗。今シーズンの新しいシルエットのサンダルですね、うん、ちょっとこう夏にベルベットってちょっと馴染みあんまりないかもしれないですけど、うんうん、素材感としてはすごくインパクトがあって面白いと思います、うんうんね、こちらもスーパーマーケットの別注の押すねー、押すねー、押しみさん押すねー。カーネルという、うん、どこのブランド？フランスの、ブルターニュ地方で作られてるブランドなんですけど、日本最古のマリンボーダーメーカーと呼ばれていて、本当フランス軍にも支給したりとかしているので、うん、国を挙げてお墨付きのものづくりをしているブランドになってます。カット層じゃなくてニット層なので、うん、普通のカット層のマリンボーダーってちょっとこうバリッとした素材感の、はい、もので、うん、こう着込んで柔らかくしていくみたいなものとかすごくあると思うんですけど、うん、すごくこうもともと着心地がとてもいいのですごいおすすめのブランドになってます。私多分何年かぶりのシマシマブームなんですよ。あ、来てますか？うん、確かに今日も来ていただいています。はい、久々に来た。いいですよね。ねー、かわいい。で、今シーズンはこの、白にこうちょっと合わせたブルーのシマシマとミリタリー調のグリーンの色物と、あとこの無地が意外とおすすめで、うん、色綺麗だね。そうなんですよ、全部このパステルの色も選んでうちだけしか買えないシリーズになってます。ここの肩なんかも、あー、ディテールかわいい。こういうのですごくなんか違いが出ますよね、やっぱり、ね、はい、じゃあ次が濃い。ここのテーブルでこう大々的に展開しているのが、うん、日本のバッグブランドのアエタというブランドになりまして。アエタ最近本当によく聞くよね、うん、ちっちゃいシリーズとかもめちゃめちゃ可愛くないですか？可愛いですよね、このコンテナシリーズ、うん、中にジュエリーとかも入れて持ち運べたり、家お家でインテリアにしてもらってもすごくいいと思うんですけど、すごくいいレザーを使ってるので、うんうんうん、使い込めば使い込むほど味わいがすごく出てくると思います。だってこのジップとかね、はい、こうリリーのジップを使っていて、高い方のジップ、はい、高い方のジップ、高い方リリーのジップは高いんだから。内側もこれ二重にレザーしてたりとかして、こう型崩れがしづらいっていうのもすごく特徴で、うんうんうん、まあ、結構一枚だとクテンってなっちゃったりするんですけど、その内側でちゃんとこう補強してるんで、うん、だからこの形がこうキープできる。そうですね、はい、この赤はスーパーマーケットだけの別注カラーになってます。なんか別注本当に多くないですか？3回に1回くらい別注の話しますよ。こちらがスーパーマーケット新宿のメンズのゾーンになってて、うんうんうん、どんなブランドがあるの？まあルメールだったりとか、ドリスバンの、うん、店だったりとか、うんうん、まあ、メゾンマルゼラマルニ MSU みたいなブランドを取り揃えています、うん、井上さん一押しは、うん、MSU っていう日本のブランドの、うんうんうん、まあ、こういうデニムシャツとかいろんなところに、そうですね、ピクピクしてて可愛い。結構日本のブランドなんですけれど、うんうん、今注目されてて、うんうん、スーパーマーケットでも青山と新宿ともにメンズはやっていて、うんうん、あとはやっぱりドリスバンナッテンとかこういうの夏一枚さらっと着たいなみたいなのもあります。これ何柄だ？一枚にしか見えない。もうかなり一枚で主役級な。しかもこうオレンジで派手なんだけど、ちょっとくすみオレンジだから、そこまでこう派手な人にならないよね。これがドレス上手なところだよね。あとはまあやっぱりズメールも新宿結構いっぱい展開していて、うん、シャツ羽織的なものとかもありますし、うん、こういうこれからの時期に使えるサンダル。うん、ああ、いいですね。男の人のがこういうサンダル履いてもらうとランクアップしてもらうね。うん、
旧ギウ、あっちもあるんだっけ。あっちもあります。ボーディーと、うんうん、あとイザベルマランも。あ、今着てるじゃないか、はい、あ、そうです、着てるじゃないか。これ可愛いと思ってたの。可愛いですよね。これは B サイドっていうニューヨークのブランドなんですけど、うん、でもボーディーの人たちともすごい仲良しチームで、一緒に展示会やったりしてる時もあったので、すごい親和性があると思うんですけど、これは古いリーバイスを買ってきて彼女たちがこうデザインして、うんうん、あと加工してるデニムになるんですけど、玉みたいな刺繍になってる、はい、チェッカーフラッグの形に刺繍をしてあるっていう、うん、手間暇時間ですね。そうですよね。ちなみに大塩さん曰く座っても痛くないそうです。まあ、ボツボツはしません。大丈夫そうです。柄に見えて実は刺繍、はい、刺繍になっていて、今お父さんがおっしゃってたみたいに手仕事っていうのはすごく大事にしてるスピリットだと思うので、う結構写真で見ても可愛いと思うんですけど、実際に見るとそう、まあ、すごいなっていうのがすごく、はい、超手間かかってる、はいはい、かかってるで、着るとやっぱりめちゃくちゃテンション上がるんだ。やっぱ人の手が入ってるとそれだけでそのエネルギーがこう超えられてる感じするよね。そうですよね、しますよね。これとか、はい、ほら細かい、これもキルトのプリントじゃなくてパッチワークに、ヴィンテージの生地かな、これ。これ最近はあまりデッドストックの生地とかは使ってなくて、結構リプロしてるものが多いみたいなんですけど、うんうんうん、昔はもう本当に昔の古い生地使ったりとかもしてはいましたね。ねー、はい、え、これとか超かわいいやん、ほら、はい、ほっこり、かわいいですよね。デニムにもすごい相性抜群です、うんうん、相性さそう、ほっこりしそう。ここのちょうど反対側にあのイザベル・マランが、これ全部？そうですね、イザベル、はい、イザベル、この間のショー見に行ったけどすごい見に行ってましたよね。そう、すごい毎回かわいい、うん、なんかモードとリアルクローズのちょうど真ん中をうまいことついてるなと思って、はいはい、そうですね、普段使いもできるけどテンションが上がるというか、うん、格上げな感じがします。イザベルスタイルがいつもちゃんとありますよね。ねー、はい、そしてこのここまでがスーパー A で、ここからニューマンの廊下なんですよ。そしてこの廊下を挟むとまたスーパー A が始まるわけですよ。すごくない？広くない？これは？そこはタンタンという日本の T シャツのブランドのラインナップになってます。今シーズンは別注を初めて、また別注、また別注。これとこれですね、はい、スーパーマーケットをイメージして写真をセレクトしてもらったフォトティーなんですけど、このタンタンのフォトティーってすっごいいつも人気で、うんうん、完売しちゃうぐらい本当に人気なんですけど、それを両面プリントのフォトティーのシリーズ、後ろもかっこいいんですよ、はい、ね、両面って珍しいよね、珍しいですよね、片面だけはあるけど。写真家のサナイさんの3人のこのグループのコレクションがこのフォトティーになるんですけど、なんかいつもこのユーモアがすごくある文字だったりとか、うん、T シャツもなんかこう直接的なプリントとか写真とかメッセージだけじゃなくって、絶対カレーティー毎シーズン出てくるんですけど、カレー好きなの？カレー好きみたいです。でも絶対に同じの出てこなくて、カレーにまつわるものでも、うん、カレーしかないじゃん。でなんかこれにちょっとカレーついちゃってるぐらいとか、すごく可愛いですよね。ユーモアあります。フォトティーが6500円に消費税で、こっちが7000円に消費税。あ、安いね、はい、確かに。そして T シャツもすごい、色もすっごいカラフルなの、はい、こっちはアクネの T シャツです、はい、アクネすごい、なんだこのごつい刺繍は。しかもここも見て、ちゃんとアクネのこの、はい、刺繍というか、はい、顔4つある仕組みですね、見てもらいます。確かにトムとかなりのバリエーションで展開していて、はい、ここも結構広いですよね、はい、本当に人気だよね。人気です。もう品揃えは本当に他には負けない、うん、品揃え。こんだけやればって、はい、あ、でもちょっと可愛いのある、ちょっと説明じゃないのもあります。ちょっとこっち可愛いのある。この集積可愛い。これはセシリー？セシリーと奥がベッティーナ・バクダルっていうデンマークのブランドになります。あ、これはレナータ・ブレーナっていうロンドンのブランドで、うん、こうちょっとこれも本当手仕事が伝わるような、確かに細かいもんね、はい、すごい細かいギャザーがハンドじゃないとできないですよね。ねえ、うん、結構いろんな着方が楽しめるので。確かに後ろパーカーなんだから、はい、そうなんですよ、インナーで変わりそうだね、はい、セシリーもバッグ今シーズンから始めて、この上にある、あ、これ、はい、そうです、ね、夢かわいいじゃないですか。夢かわいいですよね。これ人気の形ですね、はい、なんかパリでこれ着てる人が、はい、ました、女の人がタトゥー入ってて、はい、それがすごいかっこいいですね。そういうバランスいいですよね、うん、大人の女の人みたいな感じだった、うん、そしてこっちのキラキラゾーン、
レアベッド一個一個なんか全部違いますね。ヴィンテージのスカーフだったりとか、うんうん、あとメゾンが残したシルクの生地とかを買ってデンマークで全部ハンドメイドで作られているので2つとして同じものがありません。出会いですね。出会いですね。出会いだね。こればっかりは、はい、柄合わせが絶妙で、ね、絶妙ですよね。これとこれ合わせるんやみたいな、はい、でもなんかまとまっててっていうのがすごくセンスがいいなっていつも思います、ね。はい、あと柄のテイスト違うのに合うって何っていう、はい、そうなんですよね。不思議。で最後はバイデーの香水のブランドになりまして、うんうん、青山のお店でも展開してるんですが、うんうんうん、新宿だとかなりバリエーション豊富にご覧いただけるんで、うんうん、すごくお試しもしやすいと、うんうん、ハンドソープから香水からちょっとロールオンのものまで、ちょっとこういうハンドクリームで4500円とかなので、うんうん、なんか新宿来てあやばいギフト買い忘れたみたいな時とかもすごくおすすめですね。はい、ショップクルーズ見応え抜群でしたが、ありがとうございます。なんかもうあれもこれもとちょっと目移りしてしまう。違う。なんかまだまだご紹介できてないのもあるんですけれど、はい、うんうん、ぜひお店に来ていただいて、はい、ね、なんか見つける楽しみがあるね。そうですね。そうですね。あとちょっとお知らせがあるんでしたっけ、はい、はい、ちょうど今ご紹介させていただいた商品すべて5月19日から25日まで、うん、ルミネカードをお持ちの方に向けて 10% オフキャンペーン開催しているので、うんうん、今日ご紹介したものがその期間中だけお得にお買い物できます。その期間中ね、大事ですね、はい。まあ、詳しくはスーパーマーケットのインスタグラムでも告知はさせていただくので、うん、ぜひチェックしていただければと思います。はい、皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとこういう風に合わせたいみたいなところもね、うん、書いておいてもらえたらなと思います。はい、そしてですね、後半はこのスーパー A のおすすめアイテムを使った、着こなし提案、はい、3種類ですね。この3人でやってみたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございます。